こんにちは、ホタルグサです。今日はプリムラ・マラコイデスというね、まあ、ちょっとねあまり馴染みがない名前なんですけれども、こちらのお花を作っていこうと思います。まずは1センチのゲージパイプに 0.28 のステンレス製ワイヤーですね、こちらを巻いていきます。こちらはね100円ショップで購入できるので探してみてください。はい、5回ね回してから、ワイヤーをねじって1回ですね。それからパイプの溝に通します。こんな感じですね。はい、でキュッと引っ張って、そしてくるくる回していきます。ゲージパイプがない方はね、鉛筆とかでやっていただいても、まあなんとかできるかなと思います。はい、こんな感じで5枚花びらができたら、頂点をこうして平やっとこで掴んで、グッと内側に折り込むようなイメージで、で反対側からも曲げてハート型を作ります。こんな感じですね。そしたら根元をちょっと指で先に潰してから、平やっとこで潰してハート型をねよりね細くします。それでこちらを開いていくと、こんな形のね花びらが出来上がります。ちょっとね絡みやすいのでゆっくりと開いてあげてください。こんな感じですね。少し花びらね指でカーブをつけてあげて、奥行きをね出すような感じで作ってください。はい、こんな感じですね。こんな感じです。そうしましたら、今回はスノーホワイトでリップしていきます。作る数はね15個くらいかな、12、3個だったような気がしますが、もう少しねワッと作りたい方はいっぱい作ってください。乾燥してからストレンスナーにつけてさらに乾燥をさせます。そうしましたらね、こちらの水性のホビーカラーで真ん中にだけねちょっと黄色をつけて、あとはフローラテープで一本一本巻いていきます。ちょっとね一本一本巻くので大変ですが、頑張っていきましょう。全体のね、まあ、作り方自体はヒヤシンスと似ているんですが、まあ、少しヒヤシンスよりもね、あの隙間があっていいかなと思います。あとはね、茎のためにこれは、30番のワイヤーを三つ折りにしています。で、そうなんですね。先端っていうかね、ちょっと先方に、まあ、これもあるんですが、見本とかあるとね、分かりやすいかな。画像検索ちょっとしていただけた方がいいかもしれませんが、花をねこんな感じで茎1センチ分ぐらいのところで90度に折り曲げます。グッとこんな感じですね。そうするとね花の形が作りやすいので、全てやっていきましょう。この辺かなという感じで、ね、折り曲げていきます。これね、まあ、春だったかな、幼稚園の頃に1回、私がですが、数十年前の話ですが、その頃にね育てた思い出がある花ですね。まあ私は白じゃなくてピンクだったような気がしますが、こんな感じでねいくつかつけていきます。感じがね、なんていうんですかね、ダンス、まあとねちょっと分かりにくいので、とりあえず一つ中心部分をつけてしまいますか。それからね花の形はまとめていこうかな。この辺ちょっと手探り状態ですね。初めて今回作ったので、バランスを見ながらね作ってみてください。本物にね近づけるため、なかなかね難しいですね。花の咲き方って、花によってねいろいろつき方が違うのでね、葉っぱはね結構くしゃくしゃってなった形のやつなんで、今回ちょっと作るのやめてしまったんですが、もしよければ皆さん作ってみてください。
4本ぐらいかな巻いて、こんな感じでつけていきましょうかね。少し今回はね茎が見えてもいいかなという感じのお花です。ちょっとねこんな感じで密集はしているけども、ヒヤシンスまでではない感じですかね。はい、こんな感じで次の段ですね。少しね最初の1段目から1センチほど下に下げてつけていきます。つけてるときちょっとね位置ずれてしまいますが、ちょっと後でね止めてから多少なら動くので動かして位置を調節します。こんな感じかな。はい、そしてもう一度つけていきますね。もう一段です。ではこちらでもう一段ローラーテープで巻いて完成となります。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。